将に散った。密かに巨匠へ潜入していたものの敵に見つかり、その報告を聞き劉禅は首をかしげた。脅威ほどの将が討伐軍も、その答えをもたらしたのは巨匠に囚われていた長江だった。心当たりがあるという彼の言に従って、この時この場所には董卓軍の厳重な監視が追っかくいう私も、ここで舞い踊る姿を見初められ、怪しい人物だと思われて捕まったのね。その時近くで別の騒ぎが起きたことを覚えています。それが脅威なのだな。きっとここを無事に突破させれば脅威を助けられる。私の記憶が確かならば、急に南で騒ぎが起きる。それは脅威だ。ではこちらで先に騒ぎを起こしましょう。敵の目を引きつけるのです。脅威はまだ来ないのだな。待つ間この辺りで遊んでいよう。特に敵に侵入者を発見しました。わざわざ網にかかりに来るとは、どこのアホだ。長江殿は美しい舞が得意だと聞く。脅威を待つ間見せてもらえないだろう。さすがは劉禅殿、お目が高いですね。いいでしょう、超旬来の美女、ご覧ください。この辺り警戒が厳重だな。しかし足を止めるわけにはいかない。急ぎ正妻殿を助け出し劉禅様を救わねば。報告します。北に送った兵からの連絡が途絶えました。何をやっている。隣の兵も送れ、さっさと捕らえろ。まあ何者だ。しまった、見つかった。北の侵入者、手だれのようだな。私が抑えに行こう。北でも誰かが戦っているのか。おかげでこちらの敵が減っているようだ。長江殿、もう新しい技はないのだろう。少々見飽きてしまった。ではとっておきの技を披露しましょう。なんと気品があふれる武器、その眩しさが憎い。どもめ、北の侵入者を捕らえよ。今だ、この数なら突破できる。舞台ができたようだ。こちらで待ってみてはどうだろう。侵入者め、逃がさんぞ。簡単にはいかないか。お見事なお手並みです。もう
注意はこちらに向いて。あとは脅威殿。このままでは東卓の恩を売れん。兵力を北に集中せよ。北の侵入者だけでも捕らえるのだ。敵は北に兵力を傾けたようだ。これならいける。出畑は存じないが、他の方もご無事で。南のネズミは逃がした。ああ、想定内だ。北の侵入者は決して逃がすな。全兵力を持って捕らえるのだ。敗北など構いません。敵将撃ち取ったぜ。俺が真の三国無双だ。ネズミどもめ駆除した。ネズミごときに構っていられるか。私は帰るぞ。長江殿、素晴らしい舞だったぞ。今度またゆっくり見せてもらえるだろうか。もちろんですとも。さらなる美儀をお目にかけましょう。あの脅威殿のことは、ざっとこんなもんだぜ。いい汗をかきました。長江殿は素晴らしい舞手だな。訓練すれ私の域に達するには長い年月が必要でしょう。ですがあなたの中に眠る美の素質を開花させれば必ずや。あのお二人とも。分かって大丈夫だ、セイ